今回の動画は4月の19日月曜日から日程進行を始めていって、予定としては2週間後の5月の3日の月曜日のところまで日程を進めていこうと考えてるんですけど、その間にいろいろと戦いがあって、またいろいろと起こることがね、前回のようにあるかもしれないので、もしもそうなった場合はそこまで進めず途中で終わるみたいなことがあるかもしれない。現在怪我人続出中で、岡本とか俺が取ったねドライチの日野とか使えない状況なんでね、まあそれでも現在3連勝中と、前回まで続いてた悪い流れを断ち切って上昇気流に乗りつつあるから、その上昇気流に乗ったまんま2週間後を迎えたいよね、予定としては。わっ、それもこれから中日3連戦、これ今互いに連勝中ですよ。前のカード中日は阪神を3立てして、俺たちも広島を3立てした、その流れから中日負ければ下の順位にね1つ落ち、いや場によっちゃ2つ落ちて最下位もありえるし、俺たちが勝てば中日が最下位に転落する、そういう戦いですね。試合の部分はスキップで確認していきたいと思います。高速試合だと長くなるんだな。でこれ前回でも言ったんですけども、今はねその日その場でオーダーを状態によって変えながらやるのがベストだと思うんで、ピッチャーに関しては今日畑でね、全然結果残してくれてないこの畑に任して、ただ野手に関してはその日そのままの状態で、ただ現在スターティングオーダーに設定している選手が結構いいからな。長谷川に関してはちょっと変えた方がいいかな。この辺山下結構打ってくれるんでね、山下にして、それがのオーダーの交代はございません。これで挑んだ結果、巨人が勝つのか中日が勝つのか、どっちやねん。連勝を互いに続けてるチーム、勝ったのは中日でした。惨敗ですか。5対0の完封負け、ロメロに完封されたんやね。こっちがグローブ叩きつける番になりましたわ。悲しい話で、畑は今季3敗目、さすがに2軍に落とした方がええんちゃうかな。今季一度も勝てずにこれだけクソみてえなピッチングして巨人の連勝を止めたクソピッチャーやろ、つかみないやんけ。畑を落として代わりに使うピッチャーは高橋祐希かな。能力はね、昨シーズンから比べて全然上がってない、コントロールがわずかながら良くなった程度ですけど、まあもともと先発で使う予定の投手だったんでね、この選手を今後使っていくわ。まあちょうど右が3人、左が3人と割合的にはね、いい感じなんで、まあ結果残してくれるのであれば今後は高橋をね、引き続きみたいな感じですけど、その高橋まで打たれ始めたらちょっとね、怖いですね。まあとりあえず次の中日戦は勝ちましょう。今日はメルセデスではなくて、上げたばかりの高橋の方が状態いいので、高橋ね、いきなり結果残してくれ。もしも結果残せないのであれば、いきなり2軍に落としちゃうぞ。気をつけてね、結構今感情的に荒ぶってるからね、その日その場で変えがち。今日どうしようかな、相手左ピッチャーになるのか。山下。でもライトで使うのはちょっとあれやな。ええか、今日は何にも入れ替えないわ。これでいい。勝てよ、勝てよ、勝てよ、勝つんだぞ。はい、また負けだ。何をしとる？え、なんで？5対3ですね。高橋由紀が打たれて、打線が、まあ、ある程度取るも、先発が打たれた流れもあってか、取り返すことはできず負けた。あ、そういうことでございますね。高橋は4回3分の2を投げての5失点。もありがちな数字ですよ。また四死球8個って舐めとんのか、お前。おい。野球というスポーツ知らんで、お前今日先発したんか。その結果5失点で済んだんならすごい話だよ。でも野球を長年やってきて、お前このマウンドに立ってるんでしょ？そんな投手が8死球ってないやねん。見事にこれ黄色しかないからね。黄色、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 黄色。その最中にね、ヒットの赤マークもあるんでね。だからフォアボールからピンチを作って、その流れでホームランを打たれたり、ヒットを浴びてのこの流れ。アホか言うねんね。典型的なダメピーの打たれ方やん。そのダメピーのせいで俺たち最下位になったで。野球しようぜ、お前ら。変なものに集中して変なものを追いかけるんじゃなくてね、目の前にある野球に集中してくれよ。野球が好きでここまで来たんちゃうんかい。何も関わらずね、なんかこんな結果残しやがってクソ腹立つわ。まあでも、朗報なのは岡本がこのタイミングで復活したことやね。それは朗報で、これから巨人に何か勢いづいてくるものがあったりなかったりわからへんけど、まあとりあえずキックに関してはもう外すわ。そのキックと、あ、まあ数字としてはね、ホームランこそはないけど打率はええね。岡本の代わりを補えたかというと、まあ岡本が凄すぎるので補えたまでは言わないけども、ただマイナスはそこまで生まなかったよね。今4番で大城が結構打ってるんでね、岡本が復帰したけど、まあでもポイントゲッター的には岡本の方がやっぱ得点圏で打つイメージが強いから、やっぱ大城5番で岡本4番、この流れが今の巨人にとっていいんじゃないかな。とりあえず変える部分はその菊田を外して岡本を再び4番に戻すくらいで、それで何か特別変更しようとは考えてないですね。ただ長谷川に関しては、まあ今まだいいか、まだいいわ、まだ使う。でもこれから先結果が出ないのであれば変えていく。高橋由紀に関しても次の登板機会与えようと思うわ。もう無能な GM ならあそこで見切るでしょうね。だって8死球だもんね。いや、無能じゃなくて普通な GM ならあそこで見切ると思うんだけど。ただ俺はまだちょっとね、信頼して期待して使っていこうと思う。今日の先発はローテを入れ替えてね、菅野で行くわ。これ負ければ3連敗やしね。
嫌だよ。3連勝の後の3連敗嫌だから菅野に変えた結果、はい、勝ちました。ありがとう。菅野様様ありきなんですよね。悲しい話。これで菅野は今季無傷の3勝目で完封勝ち。ローテずらして状態も悪かったよ。でも、あ、7回投げてのね。なるほどね。その後、大丸高梨といういつもの流れで勝利を挙げる。これでいいのかと言われたら、まあ、菅野は確かにここにいて2021年もいるんでね。来年以降どうなるか分かんないから、来年以降もこの物語が続くのであれば、今の現状はあかんよ。菅野ありきやから、菅野がいなくなったらとんでもない暗黒を迎えることになるでしょうね。ただまあ、菅野は確かにここにいる以上は、別にこの状況にそこまで何か言うこともなくて、とりあえず菅野で勝てたらそれでいいみたいな。そのノリでいきましょう。ただこのカードの結果によって巨人が最下位に転落したのは事実ですよ。勢いがあっただけでね、今この順位になりたくなかったんですけどなっちゃっている。これからまた上がりましょう。ゲーム差的にはね、 B クラスはそこまでないので、ただ A クラスは 5.5 ゲーム差の流れで横浜戦。横浜との初対決は2勝1引き分けでかなり分がいいです。何の補強もしてないチームなんでね。でもそんな何の補強もしてないチームが今3位にいて、俺たちが6位にいる。あかんですね。この状況変えましょう。このカードで。ローテーションをずらしたことによって今日戸郷が投げることになります。できればメルセデスとかミマとか状態が良ければこっち使いたいんですけど、状態が絶不調。まあ、こんな数字を残してる2人なんでね。それはそんな顔色になるわなっていう話。納得させんな、その顔色になる要因をね。腹立つわ。今日どうしようかな。山下の状態いいし、レフトで起用したりとか、あと田中俊太、吉川直樹が言うほど打ってくれてないんでね、状態の良さ考えたらこっちの方がいいわな。今ものすごい打ってくれてるよ。守備もまあいいしね、守備能力も上がってるんで、よっぽど良くなってるよ。全然田中俊太スタメンでもええな。さあ行ってみよう。今日は勝つかな。あ、負けるんだ。あ、負けるんだね。やっぱ菅野でしか勝てないチームなんだね。ホームランこそはこっちが打ってるんですけど、うん、ただまあ守れてない投手陣。戸郷4回3分の2を投げての4失点で、まず先発として打たれてるし、その後応援も打たれている。もう先発がこうやって長いイニング投げれへんからこういう状況なんねん。リリーバーに疲労が溜まってリリーバーも打たれ出すというこの悪循環ね。なんか一生勝てない野球しとんのよね。はい、でこのタイミングで練習機材が壊れる。どんな扱いしてんだよお前。負けてるからストレス溜まって絶対物に当たってたよね。何が紳士球団だよバーガー野郎。全然紳士じゃねえよ。カッコつけんな、弱えんだからよ。ヒゲだって生やしていいし、金髪にもなってくれてもええわ、強ければな。弱い紳士とかただの雑魚やん。気持ち悪い。求めんなそんなもんね。当たってきた、いい加減に。今日田口が投げるんだね。横断会社メヒアの状態の悪さもあるから一塁手山下にして、増田あたりを起用してみようかな。もうその日その場でちょっと変えていこうと思う、この辺も。はい、これにした結果どうなることでしょうかね。とりあえず勝ってください、お願いします。負けるんだね。それでも負けるんだね。2対1のさよなら負け。おっと、乙坂に12回にホームラン打たれてさよなら負けですね。田中豊樹が打たれるというね。次はお前か。あの1試合1試合で先輩が変わりつつあるな。こいつがダメなら次こいつがダメ、こいつがダメだからこいつがダメ、変わりつつある。何、先輩を毎日見つけて楽しめってこと、この物語はね。何しとんねん。いや、そもそもそこまでもつれたこともそうやけどな、その流れでお前が打たれるのはもう、あー腹立つわほんまに。なんやこれ、ボロボロやんけほんまに。話にならんわ。これで 6.5 ゲーム差や。でも5位のチームとも 1.5 ゲーム差だから、残念、しばらく最下位で続くね。でもしゃあないね、負けとんのは確か俺たちなんでね。で次がこの1週間の最後ですよ。特別誰かを上げたり落としたりってことはもうしません。めんどくさいんで、もうめんどくささが今勝っちゃってます。負け出すとめんどくささに襲われるピーマンなんですよ。だからもうその辺は変えることなく、ウレイネとか久々に使ってみようかな。中地使うよりかね、最近スタメンで使う機会めっきり減ってるんで、思い切ってこうした結果さあどうなる。ミマが投げて抑えて勝つのか、それともまた負けるのか。負けたらあかんからね。ようやく勝ってくれたね。1週間の最後だけね、このタイミングで。三馬巨人に来てからの初勝利、また長谷川に今季第1号、巨人第1号が生まれて勝った。8対2、すごい快勝やね。前の試合の大貫打てずにこの試合の今永打ってこれだけ得点取るタイミングの悪さもまたこのようわからん球団よね。前の試合打ってこの試合ボロ負けするんだったらわかるけど、前の試合完璧に抑えられて負けてよ、この試合打って勝つとか意味わかんないけど、まあとりあえずなんであれ勝てたことは喜びましょう。ただこの1週間に関してはやはり最下位でっていうことになって、次の2週間目突入。
まあ、すでになんかいろいろとあってやめてもいいような気がするんですけど、引き続き、もう1週間日程進行して4月を終えて5月を迎えるところまでやっていきたいと思いますので、4月の26日の月曜日移動日で体を休めろ、次の1週間に体力を残しておきなさい。その流れで阪神タイガース3連戦、今季初対決はこのチーム負け越している、その流れでさあどうなるか、5位のチームですからね、このチームをこのカードで捕まえて引きずり下ろせば最下位はとりあえず脱出できる。4月を終えた時に最下位でいるだなんて最悪だからね。ただ今日投げるメルセデスの状態の悪さがあるんであまり期待できへん。さすがにこれ以上ローテーションずらすわけにはいかないから、今日お前投げろ、前の試合投げてないんだからね。野手に関してはなんかここに来て状態が上がってきてる選手が多いね。ウレーニャ前の試合で特別活躍してたわけじゃないけど、今日も一塁手で使っていって、まあでもこれくらいかな。それ以外の入れ替えとか何かチェンジっていうのはなく、もうこれでいいわ。さあどうや、勝つよな、もちろん。はい、負けた。誰、先発探しの時間です。まず7点も相手に許している。で、一応12回にまた得点を与えている。その12回に与えたのは大江というね。またお前か、またお前なんか1週間に何度お前の面と名前を見れば気が済むんだよ。お前の名前を見るゲームじゃねえんだよ。勘違いすんなよ、ボケ。何しとんねん、お前どんだけリリーバー投げとんねん。だからこれも先発が最低イニング投げれへんからでしょ。さすがメルセデスは見切るわ。ああ、一旦見切る。次また使うタイミングあるとしたら2ヶ月3ヶ月後や。後半戦シーズンからやな。もう前半戦は見切る。ここまで結果残してね、クソみてえな助っ人選手をこれ以上使うことはできない。なんか助っ人選手も見つかっとるけど、そんな情報もどうでもいいわ。今取る予定は全くないんでね。それよりも目先の試合をどうするか、そこを GM としてしっかりとやっていかないと。めんどくさがってる場合じゃねえわ。ああ、さらにめんどくさくなったけどな、より負け出すからね。ただちゃんとやるべきことやらんとあかん。これ以上落ちたらさすがにあかん。どうしようかな。桜井とか赤とこ多すぎて話にならないし、この辺の桑原とかも全然魅力がないから使う気にもなれないし、古川とかも赤とこが多すぎて、もう巨人は赤とこ持ちが多いんよ。ただ基本的な能力がないんだったらわかるけどね、赤とこ持ちが多すぎて、まず GM の立場からこいつを使おう、あいつを使おうということに気持ちになれないの、残念ながらね。これリリーバー起用だったら今村、そのリリーバーでクソほど数字残せてないけど、お前を先発起用で使うわ。いい結果は出なさそうやけどな。でまあ、リリーバーならこのビエイラとかデュプラン、いやー能力低いからな。まあでも使わないことにはね、実際どういう結果残すか分かんねえし、ビエイラせっかくね残したわけなので、ビエイラ起用していくわ。あ、そうだ、応援開始ももう落としましょう。うん、なんかもう名前見るのも腹立ってきたんで、お前が1軍にいるこの現状が腹立つわ。こんな能力でこんな数字でよ。だから2軍見て顔も見たくない。大竹の方が結果残してくれる。大竹も結果出せずに見切った選手なんですけどね。ただまた使うわ。で大竹に関してもとりあえずはビハインドでも起用に設定して、こんな感じでいいんじゃないですかね。で野手に関しては現在対右のオーダーの成績見ていくと、1番の亀井がこの数字1番で使えるか。これなら1番吉川の方は断然マシだよね。亀井なんてもっと下でいてもらって構わへんわ。ただ2番で誰を使うかってなったら、2番で使いたいような選手があんまりいない件について、長谷川も、あ、これならもう亀井でええわな。亀井2番の方がええわな。で坂本、岡本、大城、ほんで下位打線ね。とりあえずまだ長谷川を使っていこう。ほんで杉本、この辺もホームランはええんやけども、打率まあそこはしゃあないよ、パワーの選手なんでね。目をつぶりましょう。ほんでメヒアも全然やな。前回の動画ではサヨナラホームランとかあったけど、まあでも引き続き起用していく。で対左の時は重信を2番にして吉川1番。やっぱ吉川1番にいてもらわないとダメな選手やな。まあ、田中俊太の状態もいいんで、田中俊太でもいいんですけど、まあ、これは状態に合わせてやっていこうと思うわ。でそれ以外はどうしようかな。長谷川使うくらいなら山下使った方がなんか伸びしろありそうだし、ウレーニャも使った方がいいような気がするが、まあこんな感じですね。ちょっと変えてみました。そのちょっと変えたことがね、わりかしペナントレース大きく関わってくると思うんで、とりあえずその結果が2試合目何か出てくれたらいいなと思います。さあ高橋勇気上げたばかりのね、投手の2試合目の登板、負けるー当然のごとくー。7対3、だからやる気あんのかお前ら、こらよ、まあ、当たり前のように打たれまくってよ、まあ、これやる気の問題やろ、実力の問題ちゃうやんけ。勝つ気ないやろお前らによ、だから負けんのやろ。何、松井秀喜胴上げさせたくないの。まあ、それはね、あんまりその近い人間じゃないからね。これまで巨人にべったりな人間だったかと言われたらそうじゃないしね。時々臨時コーチやってくれるけど、投手なんて全然関わりがないから、もうテレビで見てたスーパースターでしかないでしょうね。だから勝たせてやろうやんけ、お前。そのスーパースターがお前監督で今率いてんのによ。それを見て、俺は別にそんな気持ちじゃない、勝ちたくないみたいな思う奴がこの現場にいるのであれば、そいつ全部首だけにしたるわ。首にするんじゃなくて、首だけにしたる。脅しやぞ、おら、お前よ。
やることちゃんとやれよほんまに。もうすでにこのカードの負け越しは決定済み。そして4月の戦いはあと2試合ですよ。もう最下位な時点でいい気持ちで終わることなんてできへんけど、まあでもちょっとでもそのね、いい気持ちに近づくためにも最後のこの4月の2試合勝ちましょう。もちろんこの後の戦いも続いていくわけなんで、それも全部勝ちましょう。こっから4連勝を上げて終われたらそれはいいことですよ。それができなければあれやね。あい、菅野の登板機会が回ってきたので、もう菅野に託しましょう。菅野でしかここ最近勝てとらんからね。その菅野まで負け出したらもうあかんもうあかんで一人納得して終わる。さあどうや、勝つよな、勝つんだよ、当たり前だぞ。はい、勝ちました、快勝ですね。菅野の日は快勝です。だから菅野の日は東京ドームが埋まるんですよ。勝つってわかるからみんな見に来んねん。4月最後の戦い、ヤクルト戦、ヤクルトは今1位です。補強の結果が見事この1ヶ月の順位に繋がってますよ。同じく補強に成功したジャイアンツが今一番下にいるっていうのは皮肉な話やけどもね。まあ、そのチームとの最後の4月の戦いは状態のいい戸郷が投げるわけなので、まずは先発の責任イニングを果たしてくれ。5回まではちゃんと投げろ。ひどいぞ最近の戸郷ね。野手に関しては先ほどサヨナラタイムリーを打った杉本は状態の悪さ考えたら使わない方がいいと思うんで、今日は憂いにはないとでね、まあそれ以外で言うと特にないかな。ちょっと坂本の疲労の溜まり方もえぐいんで外してあげたりもしたいんですけど、ごめんそういうことはできないから、さあ行ってこい。村上が今ノリノリなんですけどね、その村上にやられるのか。あ、やられたね、敗北でございます。やられてます、見事ね。山下今季第1号が生まれた、その点は喜びましょう。しかし村上の6回のホームランによって、同点に追いつかれ、その後逆転されてのチャンチャンチャン、はい、チャンチャンチャン、はい、チャン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 で終わりです。戸郷は結局今日は6回まで投げたんやね。あ、7回途中まで投げてるけど、その中5失点したら意味ないや。俺は別にさ、あの先発の責任イニング5回以上投げろっていうことを言っただけじゃなくて、その中抑えろっつったんですけどね。あの、そこまで言わな分からへんの、こいつらバカはよ。皆まで言わんと分からない紳士球団かっこわらさんなんですか。情けないねほんまに。大体分かるやろ、いい大人なんだからね。皆まで言わんでもさ、こういうことだからねっていうことをちゃんと理解してくれよ。コミュニケーションが取れないわこのチームとね。そういう障害を抱えた人がたくさんいるんでしょうかね。でこのタイミングでなぜか村上世代の安田がノリノリになるというね、うちには全く関係ねえわ。でこんな感じで4月終了してほかほかですよ、推定残高はね。まあこれちゃんとオフシーズンにね、切るべきものを切ったりとか、あと今ファンがいる状況とか作れてるからこそ、まあ昨年までと違ってお金をいっぱい貯めることができる。しかし俺はこの物語を2021年に終わらせようとしてるんで、お金なんてどうでもいいんですよ。これはオフに使える金額だって今使えないんでね。それよりも松井政権で目標を成し遂げて、物語を2年目で終わらす、その予定が今ちょっと狂いつつあるね。どうしよう、どうしようも何も頑張ろう。これから先 GM としてね、率いていくんですよ。サンズが月間 MVP すげえ打てな。わーで三島もえぐいな、まあ、うちには全く関係ない。スパンジンバーグもえぐいね、月間35打点。わーお、そんな選手やったっけ。打点稼ぐイメージは全くないけど、まあこのような選手たちが月間 MVP を取って、まあ、ここに名前が呼ばれないからこそチームの順位が悪いんじゃないかな。やっぱこういう選手たちがチームを率いてたらもっと強いし、もっと上にいるよ。まあそういう阪神はこういう順位ですけどね。あと西武に関しても今最下位なんであんまり関係ないかまあでもこういう選手たちが他にもいたら上にいたのは確かなんでね。でもいないからこそこういうことになって、5月を迎え、あとこの動画でプレイするのは2試合です。とりあえず5月の2試合を消化してこの動画を終えていきましょう。もちろん勝って終わりましょうね。今日投げる田口さん頑張れ、もう特に言わないし期待もしないわ、なんか期待できない。あーで小林状態いいんで、今日小林をスタメンキャッチャーマスクかぶらして、で大城一塁手、これの方がいいよね。あとやっぱ坂本、状態がね、その成績はええんやけどね、めちゃくちゃええんやけど、ただ疲労がちょっとやばいんで、これならいっそのこと誰かショートでっていうわけにもいかへんからな。いやでも今日はそうしよう、今日はちょっと坂本の休養日1試合変えるだけでそこまでの意味はないけども、ちょっと動いた方がいいわ。どうしようかな。田中俊太二塁手にして、吉川直樹ショート。で、3番に大城置いてみようかな。で、重信やっぱ6番。で、杉本5番という、まあ、いつもと比べて弱い並びではあるけれども、坂本いないだけですごい弱く感じるけれども、さあ行ってこい。また村上にやられんなよ。え？遅いな。あー、よかった、勝った。ギリギリの勝利って感じね。危ない、7対6。ギリギリやね、本当に。アップね。杉本今季8号、いいタイミングで3回にホームラン打ってくれてるんで、まあそれもあって、田口も、勝利こそついてるけど、結構打ち込まれてないか。
あ、まあでも6回投げての自責点は2点なので、まあまあまあ久々に好投したと言ってもいいかな。その後投げてるライマルやカギアが打たれてることはちょっと気がかりではあるんですけど、勝った以上は何も気がかりな部分をね気にする必要もないでしょう。無視しましょう、そんな部分はね。いちいち突っ込んでたら精神的にも大変から。とにかくヤクルト戦、これでこの1週間が締めくくるわけなので、その1週間の最後見まで行く、ちょっと不安だけど、もうお前しかおらへんので行けや。もう知らんがら知らんがらって言っちゃった。で、今日も田中俊太の状態の良さあるんで、今日スタメン坂本また外して、まあ先それで勝てたんでね。で、状態のいいこの辺を並べて、どうしようかな。大城3番で、あとやっぱ小林の状態もあるからね、メヒアをちょっと外すのはもったいないけども、スタメンマスク被らして、まあ、さっきでも状態のいい小林をスタメンマスク被らした結果、守れてたってわけではないからね、あんまり意味ないような気がするが、今日はこんな感じでさ、行きましょう。勝って終わるか負けて終わるか。勝ったー、それも快勝だ。やっぱ変えた方がいいね、1試合1試合、オーダーをね。その結果8対4なんだから、大城に今季6号、田中豊樹に今季2勝目も、このタイミングでお前が勝利を挙げることに何の喜ばしさもないというね。5回に一挙5得点を取ってる。そのイニングを振り返っていくと、先頭バッターの小林アウト、その後田中豊樹アウト。早くも三馬は5回にして降りてたのか、早いね。ただその後フォアボール、ヒット、ツーベース、フォアボール、シングルヒットで計5得点、2アウトから取ったってわけですよ。まあ、これやっぱ状態がいいからこそ打線につながりが生まれる。からこそのこの結果だと思うんでね。よかったよかった、勝ててね、もう本当に。まあ最後まで課題の部分は消えなかったけどね、やっぱ先発が全然イニング投げねえし、その中打たれたりもしたけど、まあこの分その分打ってくれたから勝って最下位脱出ですね。はい、今回の動画は2週間日程を進めました。その中最下位は回避することができましたね。中日が最後負けて巨人が勝ったことによって5位に浮上も。ただ今ね、良くないです、良くないですけども、その良くない環境を劇的に変えるようなものが今の巨人軍にいるかと言われたらいません。だから何かを見つけてくる必要性があるんじゃないですか。さっきも言ったが、助っ人選手っていうのがもうかなり見つかりつつあります、このようにね。だから次回の動画の初めにですね、もういきなりですが、助っ人選手獲得していこうと思う。外野手がほとんど打ててない状況なので、それを変えるためにもね、いろいろと取りたいものっていうのがすでに候補として見つかってるし、まあ細かい部分はまた次回の動画で確認しつつ、やっていこうと思いますので、とりあえず今回の動画はこれにて終了。探しい動画になりましたが、最後までご視聴いただきありがとうございました。次回5月の3日月曜日から始める予定です。お楽しみに。グググググッバイ。